皆さんこんにちは。私たちの研究室では安定同位体自然存在度分析を利用してさまざまな環境中に存在する有機分子が何からどのように作られるのかを明らかにする研究を行っています。皆さんは安定同位体ステーブルアイソトープをご存知ですか？炭素であれば炭素12と炭素13が存在し、地球上では炭素13の自然存在度が 1.1% と習っているかもしれません。しかしその存在度は地球上いつでもどこでも常に一定というわけではなく、物質の起源や生成過程の違いによって非常にわずかですが変化しています。このわずかな変化を分析することでその物質の起源や生成過程を知ることができます。この分析技術が地球科学分野で発展してきた安定同位体自然存在度分析です。私たちの研究室では地球科学分野にとどまらず、さまざまな研究分野にこの技術を応用すること、また一つの元素に着目する従来のアイソトープ分析から同位体を含む分子に着目する分析、アイソトポログ分析に発展させることに取り組んでいます。例えばお酒に含まれるエタノールは288種類の同位分子アイソトポログから成り立っています。これらエタノールのアイソトポログ組成には起源や生成過程に関する多くの情報が記録されます。実際に私たちの研究室で開発した分析技術を使ってエタノールのアイソトポログ分析をすると、お米を発酵させたエタノールなのか、トウモロコシからできているのか、それとも石油から合成されたものなのかなど、その起源を詳細に区別することができます。このような区別は食品や工業製品の原材料の偽装などを見破る科学的な方法として食品科学や法科学でとても有用です。さらに私たちは呼気や尿に含まれる代謝有機分子の分析にも着手しています。代謝有機分子の持つ起源情報や反応情報から体の中、細胞の中で起きている代謝反応の変化を知ることで病気の発見や健康状態のモニタリングに役立てられるのではと考えています。私たちの研究室では有機分子のアイソトポログ分析を基盤として学生さん一人一人が地球科学、食品科学、法科学、健康科学といった自身の興味ある分野での研究テーマに取り組んでいます。一つの研究室にいながらさまざまな分野の研究に触れることができることが私たちの研究室の魅力の一つでもあります。興味のある方はぜひ山田研究室に見学にいらしてください。